前科3番893番チョイキ太郎です。本日のお話は企業射程と偽装破門、企業射程と偽装破門のお話です。皆さん、企業射程っていう言葉聞きますよね？聞かないか。なんかね、漫画でもそうですし、雑誌あるいは映画ドラマでも企業射程がですよね。実は最近では我々も使ったりします。もうそういう風に言った方が早いので。ですが、もうこの企業射程っていう言葉はそもそもなくって、多分マスコミとか何かのドラマとか映画で出てきたワードがそのまま浸透しちゃったっていうことなんですよ。というのも、企業っていうから、もうね、イメージ的にはバブルの時にヤクザ社会がなんか不動産だとか投資とかそういうことを、ビルを買い取ったとかって、そこのフロント層、フロント企業っていうのもなんかちょっとあんまりピンとこないんだけど、まあフロント企業なんかやらしてるっていうところを企業射程みたいなことを言うんですけど、その肩着で仕事をやってれば肩着の射程なんですよ。肩着さんなんですよ。肩着で射程分っていうことなんですよ。単純にヤクザじゃない射程分っていうのは確かにいます。でも不動産とか金融だとか、例えばそういう規模だったら企業射程って言いますけど、実際はちっちゃい土建屋だとかスナックとかキャバクラを1店舗ぐらいだったら、それ企業じゃないですよね。だから企業っていうのはちょっと大げさだなみたいな、すごいなんかかっこいいですけど、ちょっと違うんじゃないかな。フロント企業って言ったらなんかすごいなんかみたいだけど、そんなんかなっていうか、もう今ではね、もう本当にヤクザから席を抜いてちゃんと事業をさせる、そこから事業をさせたところから応援してもらうっていう形なんで、もう組が運営してるなんてことはありえないですし、そんな風ではないですよね。まあよくフロント企業であそこのこと、いや確かに組の関係の域はかかってるけど、それをフロント企業と言えるのか。フロント企業ということで認識してされてしまえば、例えばそれが建設関係だったら入札もできないですし、取引ができないんですよね。だからあくまでもそれは肩着の人たちがやってて、ここも難しいとこで、じゃあ辞めさせて肩着にしたから、ただ兄弟の縁は切れてないっていう風ですけど、一番暴力団ヤクザ同士でこだわるのは現役か現役じゃないかっていうことなんですよ。そこの店、仮にじゃあその建設業としましょう、じゃあ企業射程としましょう、フロント企業としましょう、でそこの建設業の社長なり従業員がどっかの組と揉めたとします。たわいのない飲み屋で席で肩がぶつかった、ぶつからないっていう風になった時に、じゃあフロント企業、企業射程と言われてるところ、相手がもうちゃんとした組のところだったらどうなるかと思ったら、あくまでも組に席があるかないかです。そうすると全然違ってくるんで、じゃあ企業射程だって言ってるから組に席がない、あるんであれば、いや何々組の何々ってあれば、それは企業射程でもなくて、ちゃんとした射程だし、若々だし、組員ですよ。組員が事業をやってるっていうわけなんで、組員がやってるのに企業射程とはならないんですよね。自分で経営してればフロント企業じゃないですもん。自分の事業ですもん。だから隠れ蓑にしてればそうだけど、でも仮にその人間が息はかかってるけど、組の関係ではあるけども組員じゃないよってなれば、やっぱり現役か現役じゃないかでは違います。だって肩着の人間がヤクザに喧嘩を売って、で、それ分かっててやってんのって話になりますから、そうだよね。で、企業射程側の方も、私は誰々の企業射程です。うちは、どこどこ組のフロント企業ですって言うことない、あるのか？私はそうやって聞いたことがないんで、はい。ないんじゃないかなと思うけど、まあ、あるところでは、もう今の若い世代の人たち普通に使ってるんで、ああ、そうなんだと思いますけど、私はその言葉が出た頃から知っているんで、でもまあ、もう便宜上も企業射程って言ったら、フロントって言った方が分かりやすいから言っちゃってる場合もありますけどね。それに似たような現象というか、あることは、偽装破門っていう言葉ですね。破門に偽装も偽装じゃないのもないんですよ。私に言わせれば、破門は破門で、ね、偽装破門って、もう破門にとりあえずしといてって言うけど、とりあえずしても世間的には破門は破門です。復縁するには復縁状がいるし、何か都合が悪い時に、いやいや、偽装破門だからって通らないですよ。破門状が出ちゃってれば、そこの組の人間じゃないんで、
その人間が、俺はどこどこ組の組員だって言ったって、いや、波紋帳で、波紋でしょって言われりゃそれまでで、偽装波紋っていうのはちょっとあれなんで、ただ、何かをやった時に、組員に責任がいかないように、波紋の状態にして、何かヒットマンにするって、ちょっとそれもね、考えすぎで、組員じゃない人間がやっても、実際的には、ちょっと違う。でも、最近それが多いのはありますよね。確かに。でも、その場合、辞めた元、何々組の人間がやったっていうのは深い事情があって、まあそれはね、個別のことを言っていくとあれなんですけども、わざわざそうさせるために波紋にさせておいて満を持してやるっていうのは本当に稀な感じ、それは本当に映画やドラマのっていうことじゃないのかな。まあ確かにそう、組員ではなければ組に使用者責任だとか民事上の相手が死亡したとかってなった時に損害賠償請求だとかそういうのはないではありますけど、でもそうすると組の構想にはならないんで、そこも難しいとこなんですけども、ただ多いのは音信不通とか、もう連絡が取れなくなってるとか、もう事務所に出入りしないっていう人間は波紋状を出して処分していくっていうことはしていかないと、そういった人間が違うところで何かやった時に全く関係ない、もう1ヶ月も2ヶ月も半年も連絡取れないのに、情も処分状も出してないんで、例えばその破廉恥罪、仮にまあ痴漢や窃盗はないにしたって、そういうことをやった時にそれが何々組組員って新聞に載っちゃうと本当にみっともないですから、そういう意味ではもう情を出して違うよっていうことは、1ヶ月2ヶ月まあ3ヶ月ぐらい音信不通だったらもう出るでしょうね、間違いなく。まあ偽装波紋っていうことで該当があるならば、例えばその人間が非常にその経営能力、例えばそれがスナックだとか水商売風俗とかすごく経営能力があって、そちら側の業績が良ければもう波紋の状態にして、仇の状態にして、やりやすいようにして資金を獲得するために仇にするっていうことはあるでしょうね。もうそういう組に席があればやっぱりできないんで、そういうことはあると思います。ただまあ単純にその企業査定偽装波紋っていうようなことが今当てはまるのかなと思ったら、ちょっと違うんじゃないかなというお話です。